と、女性に取り付き、その欲望を増殖さ。だって妖怪なんだもん。とにかく。待って。俺が取り付けば、女なんて一発。つまり。とか。あんた、妖怪よりも。いや、この妖怪。だったら。もはやも。当たり前だ。俺は常人とは違い。ビジッ。しまった。精神的。さらばだ。マヌケな。この俺から逃げられると思うのか。しまった。ここは女子校か。いくら俺でもこのまま死ぬ。過去の例もあるし、間違いなく。あの時はひどかった。というわけなんですよ。で？だからこの学園内を捜索させていただきたいと。あなたがこの学校の責任者ですよね。正確には代理だけどね。私は学園長の命でこの学校の保健教師でもある北澤真澄よ。代理ですか。道理で若いと思った。学園長は昨日から教育委員会の会合で出張中。その間の学園の管理は私が一任されているというわけ。だったらあなたにお願いしますよ。学園内の捜索をさせてください。何かも？あなた。あ？見るからにスケベそうで、妖怪以上の邪悪なオーラをまとっている人物。この学校を自由に歩かせるというのはどう思う？ここは純真な乙女ばかりが集うお嬢様学校なんですからね。あなたが校内を歩き回るだけで妊娠騒ぎが続出しそうな気がするわ。えらい言われようだな。けど妖怪を放っておくわけにはいかないし。そうそう、なんといっても邪悪なやつですからね。仮に捜索を許したとしても妖怪を簡単に見つけ出すことはできる。ここには300人以上の学生がいるのよ。妖怪が逃げ込んだのは深夜です。だから誰かに取り付いている女子寮。そう、あそこにいる女の子に限られるでしょうね。それでも50人はいるわよ。妖怪に取り付かれれば本人には自覚がなくても。その人物を見つければいいということね。で、見つけた後は？もちろん浄化しますよ。やっぱりお札みたいなもので使うの？最後にはね。ただしその前に妖怪を取り憑かれている女の子。どうやって？俺が取り憑かれた女の子の体に正義のエネルギーを注ぎ込む。だからどうやるの？当然俺の分身たる熱きものを女の子の内部へと。ちょっと待った。その分身というのはあなたの股間のものじゃないでしょうね。やだな、これに決まってるじゃないですか。他に何が？問題があるに決まってるでしょ。なんでうちの生徒たちをあんたの生贄にしなきゃならないのよ。だからこれは浄化ですよ。正義のエネルギーじゃなく霊気でも注ぎ込まれたら学園の信用はガタ落ち。私は身の破滅だわ。やはり許可なんかできません。しかし放っておけば妖怪は取り付いている女の子の正気を吸い尽くし、また次の獲物を探して渡り歩きますよ。そういう意味ではここは奴にとって天国みたいな場所ですからね。確かに問題があるわね。頼みますよ、許可してください。妖怪を浄化して帰らないと俺は妖怪ハンターをクビになるかも。それはいいとして。あのやはり放ってはおけないわね。でしょ。とりあえずその霊的なエネルギーが高いと思われる生徒を探してもらうわ。除霊の方法についてはしばらく考えるから。これでも妥協しているのよ。とっとと見つけてきなさい。はい。北澤先生、何なんですかこの人。ほんと、
女子寮に突然現れて、いきなりスカートまくるんですよ。普通な、本当なの？いや、霊的なエネルギーを調査するために。それで、私たちが呼び出されたのは、こいつに焼きを入れるとか？あの、もうすぐ授業が始まるんですけど。授業は欠席して構いません。学園長代理として私が許可します。それよりも、ちょっとややこしいことになってるのよ。え？一応紹介しておくわ。この人はこれでも、正規の妖怪ハンターの鬼丸京介さんよ。正規の妖怪ハンター。みんな、自己紹介してちょうだい。嫌だろうけど。なんかいちいち引っかかるんですけど。2年生の東かな子です。1年生の南原沙織です。3年の西塚直美だ。あの、2年生の白原茜です。うんうん。この4人が霊的なエネルギーが高いというわけね。いえ、5人です。え？実はですね、北沢先生。なんですって？あなたも昨日の夜は校内にいたんじゃありませんか？それは確かに。ほらほら、こうしてそばにいるだけで。あなた本当に霊能力が。あのさ、わかるように話してくんないかな？いえ、実はですね。私が説明するわ。あなたが。はあ。みんな落ち着いて聞いてちょ。こんな男に抱かれるって。抱かれる前にあなたが行くので困る。困ります。ちょっとみんな落ち着いて。何もいきなりこの陰獣男に抱かれろっていうわけじゃないのよ。もしそうなら私だって自殺するわ。あの、ただあなたたち、いえ私もね。この先生はこんな男の言葉を信用するんですか？さっき日本除霊協会に問い合わせたら、この男は確かに妖怪ハンターだったわ。それもかなり霊能力が高いって評判の。協会事務所の女の子の話ですか？いやー、ただ極度のスケベでバカで、人間の三大欲のうちの性欲だけが突出した男で、あんな男に抱かれるならマレーの森にいるオラウータに抱かれた方が数億倍マシとも言っていたけど。あのアマ。でも先生、私たちの中にいるかもしれない妖怪を退治するためには、その男に抱かれるしかないんでしょ？ええ、でも私は納得できません。そうよ、この人はビジュアル的にブッサイクだわ。問題外。私も困ります。でも妖怪を放っておくわけには。だったら勝負よ。は？いくら妖怪退治のためとはいえ、私たちが瞳悟空になるなんて納得できない。せめてあなたの実力がどれほどのものか確かめさせてもらうわ。ここで霊能力の戦いを。あなたの得意分野で勝負なんかできないわよ。誰にでも公平にチャンスがないと。しかし私はそれに賛成する。無条件で抱かれるなんてまっぴらだ。そうです。それはうん、分かったわ。あなたたちがそう言うなら私にも依存はないわ。みんなでこの男の実力を試してみましょう。でも一体何で勝負の方法は。麻雀よ。ま、4回勝負して負けた方が勝った方の言うことを聞くというのはどう？あなたには願ってもない話だと。つまりいわゆる脱衣麻雀というやつですね。まあそういうことね。いいですけど、どうして。決まってるじゃない。ん？これは麻雀のゲームだからよ。ま、いいでしょう。一番手は私が務めるわ。この勝負をしようと言い出したのは私ですからね。うん。場所はどこでもいいんでしょ？ああ。じゃあついてきて。なんだ？ここは体育倉庫じゃないか。ここには麻雀台が置いてあるからね。体育倉庫に麻雀台？運動部の先輩たちがクラブの後にここで遊んでいるのよ。この学園は純真な音。人間、息抜きも必要だわ。いい？約束は守ってもらうわよ。男に二言はない。そっちこそ勝負に負け。女にも二言はないわ。勝負は神聖なものよ。男も女もないわ。
いいだろう。じゃあ、行くわよ。それでは、麻雀勝負。レディー、ゴー。だけだ。今度は勝ってやるからな。努力もせず根性もない男が私に勝てると思うの？うるさい。次に行くぞ。
勝てば。当たり前だ。俺はデリケートな男なんだぞ。その割にはその元気がいいみたいじゃない。残念ながらどんな状況においても俺の勢力は衰えないのだ。じゃあ頑張ってちょうだい。とほほー。どうやらこの子には妖怪は取り付いていなかったみたいだな。ん？つまり今回は除霊でも何でもなく、ただ人聞きの悪いこれ最低。そんなことより次は誰が相手を？私がやるわ。ダメよ南原さん、もっと自分を大切にしないと。自分から悪魔の餌食になることはない。あのね南原さん、大丈夫なの？任せて。今の勝負を見てて分かったことがあるの。分かったこと？勝負は気合なのね。お互いの熱気のぶつかり合いでしょ？その通りだ。俺の熱気が彼女よりも上回っていたということだな。正気から発散される陰欲の熱気だけどね。あのもう少し言い回しを。だったら私も気合を入れれば勝てるわ。そんな簡単に。次の対戦場所は私のクラブの部室でやるわ。いいでしょ？そりゃ構わないけど、麻雀台はどうするんだ？あなたが運んでくればいいじゃない。運べって、これ結構重そうだぞ。じゃあ私は準備があるから先に行ってるわよ。南原さん、すごい勢いで走ってたな。準備って何をするのかしら。とにかく私たちも行ってみましょう。彼女のクラブの部室ね。あいつのクラブってなんだ？漫研、漫画研究会よ。待っていたよ、ヤマトの主君。あたし、なんかリアクションが欲しいな。そんなレトロなネタにどう答えると言うんだ。南原さん、その格好。最も気合が入る服を着てみました。気合が入るって決まってるでしょ。魔法美女戦士セーラープリティ仮面じゃない。知らない。嘘、あの超人気番組を知らない現代人がいるなんて。で当然よ、私はこの格好をすると血が騒ぐのよ。よし、うる同人誌に決まってるじゃないですか。南原さん、あ、そっか。それでは麻雀勝負、レディー